菅総理大臣の自民党総裁としての任期が来月末に迫る中、昨日複数の議員が相次いで総裁選出馬に意欲を示しました。チャンスと可能性があればその時はチャレンジはしたいという思いは持っていますということを、二階幹事長には申し上げました。下村政調会長は二階幹事長と党本部で会い、総裁選出馬への意欲を報告したと説明しました。また高市前総務大臣も二階氏と会うため党本部を訪れました。少しでだいぶ早いですが、出馬の決意を固めたということを報告に上がりました。一方、前回の総選挙で菅総理に次ぐ2位となった岸田前政調会長は、岸田派の会合で次のように述べました。自民党が幅広い選択肢を示す意味で大切な場だと認識をしています。自民党総裁選の投開票は来月29日の日程で最終調整されています。